時刻は11時30分を回りました。ここから番組を再開しまして、引き続きウェザーニュースライブコーヒータイムをお伝えしていきます。担当は小川千奈です。よろしくお願いいたします。この後も最新の気象情報を中心にお伝えしていきます。お、いろんな絵文字、いちごを覚えててくださってありがとうございます。ドラキュラもね、いますし、今日は本当にね、過ごしやすいんですよ。あの、外に出た瞬間に、あ、今日は過ごしやすいかもしれないと思ってやってきました。でも日傘はさしてたんですけどね、かなり風が強くって、もう後ろの方はね、折りたたみ傘をさして歩いている男性がいたんですけど、なんかひっくり返っていてね、大変ですね。ちょっと風が強いので、皆さんも持っていく傘にはお気をつけください。こうお天気カメラで見る分にも、結構この木々ゆらゆらと大きく揺れていることがわかります。やっぱり沿岸部を中心に今も強い風が吹いているようですので、皆さんも特に沿岸部の皆さん、お気をつけください。私も途中で諦めて日傘さしまったんですけど、結構ね、風が強いので、大きくしっかりした骨組みの傘があるといいかもしれません。ちょっとお天気カメラもね、揺れている様子なんですけど、街の様子も見ていきたいと思います。半袖の方が歩いてらっしゃるようで、皆さん今日服装どうでしょうか。久しぶりにね、キャッチボールもしていきたいと思いますけど、ぜひアットマーク地点をつけて今の服装なども教えてください。ということで、結構皆さん涼しげな服装をされている方が多いようです。そうですよね、日差しがないとはいえど湿気があってジメジメムシムシとしますので、半袖だったり、すごくね、通気性のいい服装がいいかと。横浜の方、安定の半袖。横浜もね、こう沿岸部なので風が強そうです。この後もでも、なんか風がね、吹いているからといってそれが気持ちいいかというと、そうでもなくって、ムシムシジメジメとした中で吹く風なので、もわっとして大変なね。あ、長野県南信エリアの方、半袖小僧ですと。半袖小僧も続々と出てきているようですね。江戸川区の方も半袖小僧、いっぱい半袖小僧いますね。川崎市の方も半袖。あ、宮城県、東北にも半袖小僧が現れた。皆さん、あ、銀座の方、スーツで中 T シャツ。あ、やっぱりね、お仕事とかね、そういう関係でスーツ着なければならない方も、中の服とかで調節できるのかなと思います。千歳の方、北海道でも毎日半袖ということで、私もね、今日半袖で来たんですけれども、素敵な衣装協力も今回協力いただいております。なんか私結構好きな曇天なんですけど、今日日差しもいくらかあるので、幻想的な空とともにご紹介いたします。今日はワンピースがイエッカベッカさん、そしてイヤリングがトロワビジューさんから協力いただきました。ありがとうございます。もうね、ちょっと裾を持っただけで分かるように透け感があって、すごく軽やかな可愛らしいワンピース協力いただきました。柄はですね、お花柄で、この白地にネイビーでプリントされているので、すごく爽やかなワンピースになっています。お袖もね、シースルーですし、すごく、はい、涼しいです。イヤリングはこのね、涼しげなワンピースと合わせて、パールの一粒のイヤリング協力いただきました。後ほどインスタグラムの方にも投稿しますので、ぜひチェックもよろしくお願いします。今日はこの涼しい素材で、はい、協力していただいたのでお届けしていきます。